大空を羽ばたく時も、ジャスさん強すぎですよ。もしかして市長もいつかは文化財。どこだ？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 ない。どこだ？あっち。ない。後ろか。全部取られた。まあ市川さん、そう落ち込まないで。今日はこのオリジナル文化財カルタを使って今までのおさらいをしていきましょう。はあ。ほら市川さん、ここ覚えてますか？ここは確か海部海岸。市川さん、すごい。写真見ただけで分かったんですね。あ、そうですか。海部海岸。海部海岸。風強かったんですよね。ビュービュー吹いてましたよ。飛ばされるかと思います。そうですね。ここは名所海部海岸です。切り立った崖や階段のような海成段丘という地形が続いていることが特徴で、昭和9年に文化財に指定されました。確か80年以上もこの景観が変わらずに守られているんですよね。そうなんです。さあ、どんどん行きましょう。じゃあ次はこれ。人骨。そう、これは埋蔵文化財。地下の文化財を紹介した時のエピソードですね。人骨。ほら市川さん、人骨はもうこの場所にはないって。そうでした。でも文化財が地下にもあるなんてこの時初めて知りました。他にはどんな文化財がありましたっけ？残念、続きはまた次回。はい、それでは次回もお楽しみに。懐かしいですね。そうですね。あ、これ覚えてますよ。同友の割と400年寝かせてって言われた時はびっくりしましたよ。この銅釉の割戸は金を含んだ石、金鉱石を人々が掘った跡なんです。上の方と下の方で掘った時代が異なっているということがポイントでしたよね。山市もポイントなんですよね。そうでしたね。こんなのもありましたよね。あ、それは私の自信作です。うまく描けてるでしょ。うん、ただこれ不正解ですからね。本物はこちらです。ちなみに市川さん、これで何と読むか覚えてますか？魚。これでほうと読みます。ほう。ま、覚えてましたけどね。そういえば無形民族文化財も紹介しましたよね。あ、会長、菅笠の技術を守って後世に伝えていくための保存団体の会長さんですよね。さつまいもをいただきました。秋津は昔から菅笠が作られていた地域で、令和3年4月に秋津の菅笠製作技術が市の無形民族文化財に指定されたんです。市川さん、指定のポイントが主に2つありましたが覚えてますか？菅笠の歴史がきちんと残っていることと、あと1つ。菅笠製作の技術を守り伝える菅笠技術保存会がきちんと活動を行っている点も評価されたんでしたよね。
文化財そのものの価値だけではなく、それを守り伝える人々がいるかどうかも重要なんです。確かに文化財だけであっても伝えたり守ったりする人がいないと保護し続けるのは難しいですよね。菅笠技術保存会は後継者の育成を目的とした講習会を定期的に実施して、技術が途絶えないよう努力しているんです。あの技術は一日で身につくものじゃなかったですからね。それにしても菅笠、かぶり心地よかったな。市川さん、うわ、はいはい、まだまだ話したいでしょうけど時間です。はい、それでは次回もお楽しみに。今回もオリジナルカルタを使って佐渡の文化財をおさらいしましょう。そうだ、この土器も文化財なんですよね。この前覚えたばっかりなので何でも答えられますよ。土器は特別天然記念物という文化財なんですよね。それではせっかくなので特別天然記念物とは何かを皆さんに向かってどうぞ。特別天然記念物っていうのはですね、天然記念物の中でも世界的、国家的に重要なものを指します。トキの他にもカモシカやコウノトリ、タンチョウヅルなどが指定されています。あ、そうなんです、知ってますよ、そりゃ。これ、あれじゃないですか、砂金が取れる集落じゃないですか。あ、笹川集落の虎丸山ですね。あ、そう、虎丸山です。この時は文化財保護技師の川崎さんが案内してくれましたよね。あの狛犬の川崎さん、狛犬が好きみたいですね。はじめは狛犬や能舞台が文化財なんだと思っていました。はい、でももっとスケールの大きな話でしたよね。集落の景観が文化財になっているというなかなか珍しい場所ですよね。佐渡西三河の砂金山由来の農山村景観ですね。しかも新潟県で初めて重要文化的景観に選定されたすごい場所なんです。こうして見ると佐渡には本当にたくさんの文化財があるんですね。そうですね。次はどれかな。川さん、もう時間です。やっぱり3分って短い。はい、それでは次回もお楽しみに。佐渡の文化財はとてもバラエティ豊かっていうことを感じられましたか。はい、こうやって並べてみるとたくさん種類があるんだなと思いました。実はつながりもあるんです。では順番に見ていきましょう。長い年月をかけて佐渡の大地が作られ、その大地に人々が住み始め、人々によってさまざまな文化が育まれ、一度絶滅してしまった時も飛ぶ豊かな島となりました。金の採掘に関連した人々の生活の様子なども史跡や集落景観として今でも島内に残っています。佐渡に住む人々は
文化財を守り、後世に残すため調査活動や記録を続けてきました。文化財の保存団体の活動なども島内各地で見られます。自然、生き物、人々が育んだ文化、これらがつながり、文化財として今でも見たり触れたり感じることができる場所がこの佐渡という島なんです。すごい島にいるんだな。よし、しっかり復習できたし、もう一度カルタで勝負です。一夜さん、勝負しましょう。あ、いいですけど。すげがさを作る技術はアクツだけ。市川さん、もう私から教えることは何もないかもしれませんね。そうですかね。よし、これから私が文化財について解説します。ほらほら、早く早く。いや、でももう時間ですけどね。